はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。愛の代表取締役社長 R でございます。よろしくお願いします。ムーンですね。ほい。肩書きでさ、よくその代表取締役とかさ、特別顧問とか相談役とかってあるけど、非常に何だろう、信用ならないよね。あと幹部補佐とかさなんだかよくわかんない役職の人って、よくわかんないですよ。嫌です。嫌っていうかそれどの程度の役職なのって思っちゃうんですけど。はい、コメントもいろいろありがとうございます。ね、一応ちょっと結構いろいろね、またできそうな感じになって、おっと来ているんですけれども、上から順に、まあ自分がね、上から書いた順にやっていこうと思います。ということで、レストランに行こう。こっちでいいのかい、レストランは。違うんじゃないか。こっちはどこだ。向こうはどこにつながっているんだ。あれか、トロピカルフィールドかな。こっちが、そうだね、風の谷。ね、レストラン行きます。レストランでジネカのキャビア。お金持ってんの俺。うわー、微妙。社長だったらもうちょっと持っててもいいかなと思うんだけどね。行きましょう。あ、サボテン。ここのサボテンな、非効率的なんですよね。ちょっと。ここに留まる、今更そのラブ星さんに、ここに留まる理由があんまりない気がするんですよね。そういえば、ここにひっくり返ってるのは何だったっけ。やっぱこう道中どうにかしてすぐできるんだったらいいんですけどね。黒木死神町現れし、その夜。あ、ここの黒の鳥が出てくれば、でその夜に現れるってことか。じゃあ、やっぱもう少しギャンブルやってもいいってことですよね。まあちょっとお金かかりそうだけどね。掛け金とんでもないことになりそうだけど。確実に、なんだろう、待てるっていうのは楽かもしれない。ちょっとサボテンのところはね、まだ知らないだけで確実性がちょっとないんですよね。相変わらずクローズドなんだよな。ドレスもあげます。あげますっていうか、渡してみる。あ、いらっしゃいませ。お食事ですか。そうでーす。席へどうぞ。ちゃんと食わしてくれよ。こんにちは。あら、あるさん、お店開いててよかったですね。この前から食前に利き酒サービス。え、知ってるよ。食材が効いていた音が聞こえる。聞こえねえんだけどね。あ、あと俺夜、いつも夜になんか来てる気がするんだけど、昼に来た方がいいのかな。どうぞ。なんか聞こえる。何にも聞こえないんだけど、なんか飲むことによってそれこそ分かることがあるのかな。その外出てね。じゃあサメ食うよ。Okay. お、え、アールさん勇気ありますね。それ金の金銭的なことを言ってるのかな。ちょっとお待ちください。オーダー入ります。黒キャビア。さて、いくらなんだ。ほいっさ、1500ネカ。全部ぼったくられる可能性あるからな、下手すると。まあ、釣りの餌あるんで、太陽の日とかに、できたよ。なんか釣りするといいらしいっていうアドバイスいただいてるんで、まあ、それでやれ。あれ、黒キャビア、なんかエビ天みたいじゃないか、あれ。はい、お待ちどうさま。お、これはフローレンスさんからアドバイスをいただいた料理です。黒キャビアと呼ばれるあるものを軽く火で炙りました。ちょっと待って、黒キャビアって呼ばれてるんだから黒キャビアなんじゃないの。黒キャビアじゃないのに黒キャビアって言ってんの。何食って。お、これキリキリ虫の声。いや、違うな。なんだろう、トロピカルフィールドに出てくるカラ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 音鳴ってるやつ、あれキャビアだったりするかな。ちょっとわからんな。
いらっしゃい、チミネミスですが、味の方は、まあ、R くんがね、ひっくり返ってないんで、その辺は大丈夫なんでしょうか。今日はもうおしまい。じゃあ、ドレスいかがですか。あれ、あ、渡せないでやんす。こうなってくると、これ、食事イベントをしたからダメっていう可能性ありますよね。だから、黒キャビアを、実際に、こう、譲っていただくことはできないんですかね。多分、あの音を聞いて、何かどうにかしろよって言ってるんだとは思うんだけどね。ダメだ。ただサメとなると、カクンテのさ、トットテルリ、あれがトットテルリっぽいんですよね。あれがね、サメっぽいんで、そうなると、なんかそこからね、さらになんか釣りができるような石板にね乗ってたので、そう、ちょっと待って、俺お金どれくらいあんの。あ、500ネクか。あ、全然余裕だったな。そこでどうにかちょっとやってみてもいいのかなと思いますね。で、もう少しで夜が明けるので、ちょっとギャンブルしましょう。この黒鳥がどれくらいのお金、ちょっと掛け金だったかはちょっと覚えてないんですけど。で、その後何の日？あ、次ネカの日なのか。ネカの日に、街にちょっと行ってみようかなと思います。フレディ・マーキュリーがなんかしてる可能性がね、あることを示唆していただいたので。よし。よし、かけるかい？もちろん。いくらだ？あ、お金は、あ、そっか、ちびちびいくらいいのか。ドイツにかける？で、黒鳥さんに。座りなよ。あー、そうなると、時間を、ここで黒鳥出るとまずいな。夜キャッチして、町には多分間に合わないと思うんで、そうしたら、あ、青だ、ダメだ。残念だったな。あ、大丈夫大丈夫。ちょっと曜日の感覚というか、ちょっとバランス見ていきましょう。掛け金っていうか、この掛け事はまだ今じゃなくてもいいや。で、ここから太陽の日に、なっていくと思うので、釣りはできればいいかな。釣りポイントもあるしね。で、そしたら、次何する？カクンテ人。ああ、カクンテの夜キノコ。夜、ああ、でも、ダメだな。今日はね、今日は、どうしようかな。ちょっといろいろ予定、どんどん狂っちゃったけど、釣りをするか。このカラカラがね、怪しいんだけどね、違うのかな？なんかこの子たちから、サメがね、出せたりするのかなと思ったんだけど、自然は大切に。ん？ああ、エコクラブ。自然は大切にしたってな、物引っこ抜けたりね、火を撒き散らしたりできればね、環境破壊でさ、説教を受けられるんですけどね。夜フレディのイベントを起こせたとして、そしたらバリバリとも行ってみたいんですよね。海で説教を食らいたいですけど、あ、普通にプンプンしてもらえばよかった。ちょっと待って、今日、ネカの日でしょ？俺何しに来たの？何もすることがない。ヘイガー博士の研究所にちょっと行きます。というのが、テクノポリスのね、部屋番号、マンション、片っ端から別にやってもいいけど、なんかね、調べてないところがお部屋にあったらしいんですよ。全く記憶にないんですけど。まあ、ちょっと行ってみてもいいかなと思います。お通りください。通るぜ。
前回ね結構いろいろできたんで、今回もかなりやれること多いかなと思ったんですけど、そんなこと全然なかったね。まあ、まだ10分経って特に進展ないからな。これ解読機でしょ、これストーブでしょ、この変な機械タル人間1号、タイガで本と、お極秘資料ヘイガーファイル、これ見たっけ、あ飛ばして、あっ何これ、あこれロケットじゃん、人が乗ってる、気持ち悪い、あ Q32R1 型回路、これ充電欲しいくんだね、 SMP 頭脳回路組み込み図、これヘイガー博士なんじゃないの、大丈夫、 LCP 実験処理チャート、空の天井、あテクノポリスのこと、タル人間9号応答受信記録、 R0S RO かな、人工気象映像処理に関する研究、なんか難しそうなことやってんな、お出た部屋第3ブロック、あちょこれ メモしときゃいいかしら、写真また携帯ないんで、3028711999-113、 OK、ありがとうございます、全然気づかなかったわこんなの。テクノポリスに行ってもいいんですけれども、もうすぐネカの日、夜になるので、チューチュータコカイナで帰りましょう。あ、百尺玉ちょうど渡そうか、さようなら、アイテム欄ね邪魔なんで、これを叩きつけましょう、オーレイ、百尺玉、鼻くそ、あれもっとマシなものも遠い、いや待てよ、ああまた解読不能文字きた、頭の中にチンときた、これは使えるやもしれん、と言ってもまだ2つ目なんだよね、進行状況はまだまだ、この BGM いいね、好き、フリルのドレスってわけでもないしな、白羽の矢は何に使うんだろうな、あれ俺キノコ売ったっつってなかった、あ全部持ったのか、ただ時間をうまく消費できなかっただけで、釣りの餌じゃなくてチューチュータコカイナをごめんなさい怒られるだろうな、釣りの餌もさ、なんかキリキリ虫でキリ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 してたけど、確か俺あのホーンテッドハウスではあげたよね、これじゃないんだよね、だからよしタコカイナ食ってまずお家に帰ります、でお家に帰ったけど帰ってくるのはばあちゃん家じゃなくてこっちなので、プンプンされましょう、あとフリルでもな、フリルのドレス渡せる人がいないんだよな、誰なんだろう、あーもしかしてあれかい、ばあちゃんとかにあげたりしてもいいかね、え年がえもなくああいうものが来たいのじゃーって言ってくれるかもしれない、そういうことを期待しても全然俺は構えしませんけど、あと他にでも思いつかないっていうのもあるしね、まあ、片っ端から渡してもいいか、なんか時間で昼じゃないと受け取らないとかあるかもしんないしね、なんだいそれは、おばあちゃんには見えないからよくわからないね、あそっか、すまん。そっか、ばあちゃん、目が見えなかったんだっけ？なんか、ばあちゃんのさ、目見えるよ。何を言ってんだかね、ばあちゃんの目が見えるようになったら、俺の身が保証されないよな。いや、危ないですね、やっぱこう。下手な善意は身を滅ぼすな、やはりこう手出ししない方がいいのかもしれない、物事に対して、で
あれこれ言ったっけ？虫、あ、字が小さくて読めない。あ、これか。あのね、虫眼鏡ではね、虫見ないんですって。看板よく見てって。確かレインボーロックスでもさ、あったよね。ん？なんだ？なんだあいつ。ラブパラソルからひたすら南、突き当たったら岩の影ね。大海賊ビーハブ。ラブパラソル？ラブパラソルってなんすか？そんなのあったっけ？ちょっと記憶にないんですが。まあ、いいか。あ、そうだ。で、今、ネカの日だから、多分もうこの時間は、イビリーさんが、多分もう飲みに繰り出していると思うんですよね。なので今のうちに俺はフレディ・マーキュリーされに行くと。あとね、ゲーム。ゲーステだっけ？あれもどこかで手に入れられる。あ、これ前も言ったっけな？自分が話したこと全然覚えてないんですよね。1日2日こう実況とかに火開けちゃうと、ね、前日の、お、これからワンダの店に行くのだ。あなたも一杯ドレス？ちょっと待って、フリルのドレスどうすか？別れた奥さんにちょっと渡してあげても。くそ。不必要な善意は身を滅ぼすかもしれねえな。ルルルルルルララララ、何これ。あれでも俺これ見たことあるよ、ルルルルルララララって。ん？やっぱさらに何かしないといけないのか。なんか曲かけよっか。ご機嫌な曲があったかな。あ、ちょっと待って、これ曲かけらんなくね俺。あ、ダメじゃん。待って、音楽をかける必要がないのここで。かけらんないよね。あれ？ん？あ、何するの俺。え、何にも思いつか、何のアイデアもねえや。バケツの中ちょっと焦るか。いやー、何にもないよ。え、本当にここでクロロホルム叩きつけます？まあ、そう、また帰るからさ、やぶさかではないんだが。まあ、いいか。もうちょっと、あれか。あれ？でもちょっと待てよ。日が暮れるじゃねえ。夜が更けると、普通にイビリーさん帰ってくるよね。イビリーさん帰ってきても歌ってるよね、ずっと。だから、となると、どうなんだ？これちょうどいいタイミング。あ。いつもフレットを怒っているため寝坊はできません。鎧かぶって寝るんだ。
あ、わかった、これ。俺ずっとここにいたいんだ。で、俺がいなくなると、俺がっていうか、その、何、隙を見つけては夜な夜なうだっちゃってるからいけないんだ、多分。まあ、この、今の状態がね、寝てるのかわかんないけど、ちゃんと寝かすんだ。ちゃんと寝かして、朝を迎えさせると、こう、不眠が解消されるかな。そんなこと、俺の仕事 無理くり寝かすのもな、どうかと思うんだけど。まあ、いいや、ちょっと待ってみよっか。どう？あ、まあ、まだ朝っぱらだから、まだ、ダメか。なんだろうな。やりたいことをやらせないで、ねえ、やりたくないことをやらせるための、いや、ちょっとな、俺やだな、これ。まあ、ねえ、歌うために兵隊さんやってるだろうけど、あ、起こしに来るんだ。ほら、フレットが寝坊してる。毎日これなんですよ。これフレット、勤務時間だぞ、起きろ。ん？あ、また寝坊した。あれ？彼マイク持ってってない？槍じゃなくて。あ、おはようのおじ。それとももともと彼は 槍じゃなくてマイク持ってたんだっけ？その辺の記憶も定かじゃないな。あ、気にしないからな。マイク持ってんだけど 眠い。あー、これ毎日毎日俺が見張りをつけて寝かすっていう可能性あるな。やらねえよ いや、そんな暇なくねっていう。他のことちょっとしたいからさ。ただフレット的にどうなんだろうな。なんか売るもんあったっけ？特にないかな。やりたくないことはやらない方がいいかな。やりたいことのためにすら、俺はやりたくないことはやりたくないんで。ちょっと白羽の矢についてほしい。なんか知ってるかな？ん？そんなもん、どこで拾ったん？やばいで。やばい匂いがするで。陰謀の匂いやで。やばいっすかね。一応ね、一応このお花屋さんやってる時、プライベートじゃない時に、ド S を叩き込んでいくと。一応ね。何？まあ、テクノポリスとかには全然行けてないんでね、部屋番号とかも一応記してあるんで、そっちを参照してもいいかもしれないかな。俺の体力はまだまだ全然ある。けど時間が怪しくなってきた。実感、に日、えっと、な、なんつうの、これ太陽的に、ちょっともう一回これ虫眼鏡見ていいかな。ラブパラソル？突き当たったら岩の影。ラブパラソル？虹のことはラブパラソルだっけ？そんなものじゃなかった気がするんだけど。レインボーロックス。虹。特にそのラブパラソル的なのはないよな。ラブパラソル？
まあ一応覚えておいて、まあ一応覚えておいてってのはもう忘れてるんですけど、ラブパラソルから南に進んで岩の影、つってたよね。パラソルか、なんかそんなものあったっけ？パラソル的なもの。全く記憶にないんですけどね。道が分からない、ちょっと。こっちか。今ちょっと思い出しても、それっぽいものが、パラソル屋さんとかもないしね。もしかしたら俺が知らないだけで、どこかにあるかもしれないですけどね。そしたら、時間分かんねえけど、夜になるんで、ちょっとキノコの森行きましょう。で、夜に、キノコを食う。と。入れる？よし。で、順番は全く覚えておりません。とりあえずトットテロリの近くまで行って行こうか。先にあれだな、ちゃんと書き順だ、食べる順ちゃんと書いとけばよかった。あのね、ちゃんと書いてあった。よいしょ、ここで行くか。あ、もうちょっと待つか。よし、夜になった。もうちょっと老けてからにするか。一応ね、何色？スートラ、コクン、バカ、これちょっと色は色の順、これ書いてねえじゃん、あぶね。よし、オッケー。携帯電話お近くにあったから部屋番号も写真で撮ればよかったと思うんだけど、やっぱノートに書いた方が早いかもしれないですね。まず、ね、黒を食う。黒はどこかな。黒、これ相当したいんですけどね。でも相当とかないんだろうな。はい。で、次が、金。金キノコ。はい。で、次が赤。赤キノコと。てか夜でいいんだよね、今更だけど。で、次が緑で、最後が白だね。よいしょ、ほい。これなんかランダムに、ね、出るそのトリップ状態がめっちゃ怖いんだよな。よし、これでどうだ。おお、来た。ランダムではなくガチトリップか。おお、ぽいぽい、着運って、トットテルリ。お前、一緒に復活の儀式するか？かくんて？かくんて！かくんて、かくんて。ぽいぽい、着運って、トットテルリ。テルリ、テルリ。バメ！ストートラ？コクンテ？ストラじゃなかったっけ？クルンテ？ルリンパ？よかった、俺にもなくて。
ん？トットテルリ、まだ、ダメ、心バラバラ、散ってしまった。お前、カクンテ、お前集める、カクンテ。カクンテ、お前いいやつ。なるほど。やっぱりあのサメとかあのカラカラしてるやつをどうにかしてあげることが大切なのか。としてもあれどうすんの？あれを何？一つずつ一つずつガチガチって組み合わせて、あのさ、フローレンスさん。おい、ちょっと待て。待て。話せないか。あれの中に本物の心があるのか。まあでもバラバラって言ってるから、あれ全部捕まえる系なのかな。虫取り網でもね、あればなんかちゃんと捕まえたっていうことになるんですけど。ギャンブルしてみる。曲のタイトル。あのさ音量が小さすぎてわかんねえよ。あ、これも知ってるんだ。やったぜ。じゃあこれは2問目を出すな。これさ、魚月じゃない？あ、魚月じゃない、これ月、月魚。結構知ってるじゃない。じゃあこれはどう？あ、知らない曲だ。ああ、そういうことね。つまり君は僕に憧れて、それで一生懸命勉強したってことか。え、これ合ってたってこと？そういえば結構音楽分かってる風のルックスになってきたように感じるよ。なんだこいつ。意外と僕たち似た者同士なのかもね。そうだね。これからはちょっぴりフランクな関係だね。簡単に言うと音楽仲間。いや違うな。まあぶっちゃけて言えば親友かな。リアルフレンド、リアルガチってやつか。そんな感じだよね。お願いさ、親友。ああ、いい言葉だね。じゃあまた。ちょっと何言ってるか分かんないですね。まあそういう時はね、寝よう。寝ましょう。最近ね、月下の野草曲が終わりを迎えられまして、ありがとうございます。お世話になっております。しばらくシリーズでやれるのはムーンになるのかな。ちょっとね、まあ月下の方でも言ったんだけど、ちょっと脳みそを休めたいかなっていうのが結構あって、あんまりね、なんか物事に集中できてない気がするんで、そういう時はね、やっぱ休むしかないと思うんですよね。バーンの親友になってあげましたそんなつもりはないんだかな。次のレベルまであと6ラブ。てかバーン、彼の名前はバーン、ジミーじゃないんだ。ということは、ひっくり返ってるフレンズ、あれはフレンズっていうか動物、あれは何なんだ。